皆さんこんにちは。今回はミルクティーオレンジクグロフを作ります。下準備として紅茶を牛乳につけてミルクティーを作ってください。またオレンジピールは小さくカットしておきます。以上ができたら生地練りを開始します。今回の生地の硬さは柔らかめ。練り時間は7分ほど練りました。生地が8割ほど練れたところでカットしておいたオレンジピールを混ぜ込みます。混ぜ込んだら生地を仕上げて、一次発酵です。30度で60分発酵させてください。一次発酵が終わったらガス抜きをしてください。今回は分割はなしでそのまま丸め直します。丸め直したらベンチタイムで20分ほど休ませます。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。が、今回はすごく簡単です。軽く丸め直したらドーナッツ状にして、クグロフ型に入れてください。入れ終わったら二次発酵になります。型の8分目まで発酵すれば OK です。生地が発酵したら焼成です。200度で28分焼いたら完成です。